はい。じゃあ早速 AEK973 を使ってね、チームデスマッチプレイしていきます。AEK といえば AEK971 がバトルフィールド4で使ってた記憶があるんですけど、もうそれ以外の FPS に AEK ってあんま見ないよね。で、確か AK と同じとこが作ってるのかわかんない。AEK についてはちょっとあまり詳しくはわかんないんですけど、なんか作り的にはあれだね、なんか安価なアサルトライフル。で、確かなんかレートが低いっていうようなことが、なんか Wikipedia じゃないかなんかに書いてあった気がするんだけど、よくわからんです。さあ使っていきましょう。サムネ用。で、なんかこの武器、ヘッドショット一発らしいっすね。なんで、単発銃 AK と同じ感じで使っていく。さあ、なかなか当たんないぞ。さあ、覗いて。撃っていく。ああ、はいはいはい。はい、頭。もう一人。さあ、まあ、AK 系のね、AK シティーズは私結構苦手なんでね、多分まともな動画にはならないと思うんで、ちょっと許してほしいんですけど。なんか、12と同じ感じで使えるのかな？サイトも同じだしね。もうサイトはな、好きじゃないんだよな。このなんか変な、ドットサイトにしてほしいんだよね。AK に打ち負ける。さあ、ちょっとね、この AK のエイム難しいんだよな。ちょっと立ち回りでカバーしていきたいが。さあ、右から敵が出てくるぞ。さあ、頭抜いて。横から入っていく。さあ、もう一人。3人、4人。楽しいね。やっぱこれ、ヘッドショット一発の楽しみ方はこれですよ。一発って倒すみたいな。スモークグレフ焚いて、スナイパーの射線を切りつつ、さあ、右から進んでいく。一人奥入ってきて、やられたんで、敵がいる。頭を抜いていく。まあ、ヘッドショット一発なんでね、普通に強いんじゃないでしょうか。まあ、あとは、あれだな、連射した時の、リコイルが合うか合わないかになるかな。おっと？え、どこどこ？あ、そこか。もう P90 使ってる人いるんだな。アニメの、あれかな。入ってくる。よし、こういうのは簡単。こういうのに超イージーですね。後ろ？後ろ敵いない？さあ、覗いて。上から見て。横から。入ってくが。ああ、後ろ取られてっか。MPX もいるのか。なんか箱で当てたっぽい MPX 使ってる人いるな。おボム当てていく。さあ、ああ、ダメだ。ボム死した。さあ、3分の1終わって、54対53でちょっと負けてる。どうかな、この武器。まあ、別にヘッドショット一発だから、弱くはないね。全然使えるとは思います。よし。よし、と打ち。で、ヘッドショットしようと思ったけど、出てこない。おっと、お、なんなん、しかも固まったよ、ここで。やめてくれよ、ここでザワールド使うの。一応、グレネードランチャーもついてて。まあ、なんか、文句の出どころは、文句が出るような性能ではないかな。さあ、タップチ。ここ！そこ！よし。後ろから出てくる。さあ、もう一人。なんとか、道中倒していく。きつい。ああ、無理か。いやー、でも難しいんだよねー。はい、そこ。ちょっと難しいっすよ、この武器。この道中が気に食わないんだよな。よし。初段で当てていきたい。あ、マジか。真ん中から攻めていく。おー、負ける。タイプ95？
ああ、くっそ、これあれかな。ああなったら、覗いた方がいいな、サイト。そう、当たらん。まあやっぱね、銃それぞれにちょっとずつね、反動が違ったり、着弾点が違ったりするから、こういう近距離だったら出せるんだけど、中距離以降のヘッドショットはやっぱ慣れていかないときついですね。多分今な、ラスに慣れてんのかな？さっき当たった、ちょっといらないって思ってたんだけど、ラスの感覚に慣れちゃってるからね、ちょっと、ヘッドショット、中距離ヘッドショット出すのは今は難しいかもしれない。赤点2つ見えてるんで、1人、2人やっていく。3人いかない。さあ、3分の2割って、こちらが3点リードしている。お、左かな？おっと！ああいうのヘッドショット出したいんだけどね、本当は。後ろから？うわ、ダメか。あ、いるよね、そこ、DSR。もっとあれだな、ちょっとあそこのスナイパーたちをやりに行かないと。右いる？もしかして。スナイパーさんたちを倒しに行かないと。うわ、見られてる。結構ね、間が空いちゃってて、腕がなまってる気がするな。おっと、危ない。逃げろ。もういいか。下行こう。下から？火が出てくるの？マスが出てこないんで。入っていく。さあ、頭。おお、ダメだ。普通にアサルターがいる。ああ、もう残り15キルか。3キルはしときたい。さあ、まっすぐ行って。お、一人、後ろ向いている。よし、3キルした。あとは横から入って。さあ、撃っていくが。うわ、ちゃんとこっちを見ている。もう、これは勝ちですね。145。おっと、ちょっと痛い。さあ、速攻ヘッドショット出して。勝ち。はい、ということで、AK97973ね、使ってみました。なんか、ヘッドショット一発なんで普通に強いと思います。あとはなんか慣れかな。どうだろう、これ使い続けるかどうかちょっとわかんないかな。なんか慣れが必要なんでね、もうちょっと使うかもしれないですけど。はい、そんな感じです。